こんにちは、モンスト大好き霊夢です。マリサだぜ。さあ今月もやってまいりました。超獣神祭ガチャ、夢のガチャ幻運曲目指して、張り切って引いていきたいと思います。発表されたばかりの獣神化キャラを筆頭に、もちろん運曲に一番近いカムイや他の限定や、まだ持ってないキャラなど今回も狙いどころ満載だぜ。10月にはなんと、3周年イベントに待望のウリエル獣神化、新ガチャに爆絶感謝ガチャと、動画的にもこれから忙しくなるぜ。このイベントラッシュの波に乗るためにも、今回の超獣神祭、勢いに乗って100連していきたいと思います。最近調子を取り戻しつつある霊夢が今回も引いてくぜ。それじゃあ、早速ガチャ回していくとしますかね。1回目。今回は100連、がっつり引きたいところだけど、次の劇中心祭でウリエル狙ったりしたいから、なるべく省エネモードで行くとするぜ。この先、年末にかけてイベントラッシュすごそうだしね。さて、まずは何が出るかな。いきなり獣神化発表されたばかりのギムレット来たな。ギムレットはこれで2体目。獣神化のイラストは賛否両論あるけど、私は結構好きなんだよね。どんな感じで強化されるか実装が楽しみだぜ。1回目はギムレットのみか。しょっぱな獣神化キャラ引けたし、幸先いいスタートだよ。2回目。今回、獣神化発表されたキャラは割と持ってたけど、エクリプスだけ持ってないので、この機にゲットしたいとこだよ。カベドン SS に全敵ロックオン衝撃波、それにスピードアップもついてるんだから大出世だよね。2回目は爆死だったな。爆死は辛いんだけど、今回から超獣神祭でも10連すれば、マジックストーンもらえるようになったから、それだけでもほんとありがたいよね。今まで諦めてたけど、これでオリーブ運曲目指し気力が湧いてきたよ。3回目。連続だぞ霊夢。ここまで星5はギムレット行きたい。前回が良すぎたのもあるけど、今回はちょっと渋めの排出率だね。4回目。最近必ずと言っていいほど3連続で爆死してるよな。こればっかりは慣れることはないね。でもピンチの後にチャンスあり、爆死の後に紙引きあり、ってことでめげずに頑張るよ。5回目。ゼロ2体目。ルシファースター。スズランを入れて星5が3体。本当に爆死の後に紙引き来たな。これでルシファーは4体目。手持ち全部紙かなので、今回は進化にしてみようと思います。6回目。今回初の2所持。エクリプス来ないかなー。カンウカー。一昔前ならアシュラで使えるって喜んでたところだが、今ではダルタとスサノオが手持ちでスタメン張ってるからな。まあでもようやく来てくれて何よりだよ。7回目。様2体目。これで進化と神化に分けれるね。ここに来てほんわかにも姫子様でできてくれるようになってきてるぜ。限定キャラ引くとやっぱテンション上がるからね。8回目。今度こそエクリプス来るかな。本日2回目の未処理は果たして。雨の渦めきたー。これは今のとこ引いたキャラで一番のキャラじゃねえか。この子は覇者38回で欲しかったし、魔法陣に対応できる数少ないキャラだから、めっちゃ嬉しいよ。モンコレか覇者道ガチャで最悪狙うつもりだったが、ここでゲットできて一安心だぜ。ドンキホーテもこれで3体。
最初は爆死の連続でヒヤヒヤしたけど、尻上がりに調子上がってきてるじゃねえか。あとはそろそろカムイも引いておきたい。9回目、カムイはあと2回出たらちょうどラック50だから、そのシーンを動画で紹介したいので、なんとしても引いておきたい。ノアとストライクが一変に、牽制キャラの2体引きは久しぶりだな。ストライクは2体目欲しかったんだよね。中心化してゴストが手持ちに2体いる安心感したらないからね。ノアはこれで4体目だな。また神かミスればアバロンに艦隊で挑めるぜ。ウツムシもこの引きにはさすがにスッショ取るくらい嬉しかろう。さあ次でラスト10回目、いい引きの後は爆死と相場は決まってるが、果たして結末やいかに。ここまでまだカムイ出てきてないからね。ここでの足踏みは避けたいよ。ここで未処置だと、あードキドキするー。ニーベルだー。このタイミングでニーベルンゲン初ゲット。両面持ちに遅延 SS、 うちのお両姉さんに強力なライバル来ちゃったね。見た目も完全にニーベのが可愛いしな。どうせ今頃焦ってるできっと。はい、というわけでお送りしてきました今回の超獣神祭。カムイは今回来ませんでしたが、他の限定キャラ4体も来てくれたので、満足のいく結果だったと思います。アメノーズメやニーベルンゲンと、使える貴族性キャラが増えたのも嬉しいよ。次回は、ウリエル獣神化で期待も高まる、激獣神祭を引く予定なので、また見に来てくれたら嬉しいぜ。みんなは今回の超獣神祭何が当たったかな？コメント欄にどんどん書いて教えてねー。それでは、今回はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。スマホ、タブレットからご覧の方は下の概要欄から、PC からご覧の方は、こちらの登録ボタンからそれぞれよろしくお願いします。それでは次回の動画でまた会いましょう。またねー。